皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生へご挨拶に参上いたしました。大丈夫だ。あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしている声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わかる。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うなら、それでも結構ですよ。おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だったな。でもそれが大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるかは分かりませんね。あら、ねえ、来たわよニック。あんたのお友達でしょ。はーい、一番。おう、いろいろとありがとな。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。
計画って何よ、教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい、ブラフ張ったりさえ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂きに参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。でどうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこねえ。でも出てこねえじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。カズカ、ここはやべえ。ね、全員ここを出るんだ。確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ？青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな？今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか寂しいじゃんよ。ほんで、要するに荒川組の事務所を家探しせと、そうおっしゃるんで？そうだ。はあ、でもそれそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか？すんまへんな。わしゃ沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけどやっぱり生きとったんですな春日は。まあ頼まれた通り家探しもします。でも春日の玉もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか？堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ天道。ふん、わきまえてますわ。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。
そこを土台にして次にやるべきことは何かてめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生、なんだ。いずれあんたわしらなしではおられんようにしてみせますわ。